海山に行ってきます、海山に。俺だけ作業着。その後？その後に、ちょっと馬を、はい、馬に戯れて、はい、馬セラピーをしようかと。馬っすか？馬行きますか？馬行く。はい。どこ、小倉競馬場かなんか？小倉、そう。あ、じゃあ小倉競馬場に。小倉競馬場。はい、小倉競馬場じゃねえやろ。今から焼肉食って、競馬っすね。そうはい。到着ですね。はい。ここでちょっとランチを食べようと思います。はい。今日贅沢ですね。昼から肉。何人で？何人？あ、こういうやつ。宇佐くん、なんか後ろの壁がおしゃれやき、なんかポーズとか取らんでいいっすか。何やねんこれ。でも悪いやつやないか、これ。これあ、いいですね。じゃん、これ3つ。勝手に頼まれ。で台にできるんですけど、全部台でいいですかね。はい。いや、いろいろあるっすよ。見ないでいいですか。いや、固定製造物ってランチ。いや、もうこれも平日。あ、これセット、あ、これ焼肉ランチいっぱいあるっすよ。今日手伝ってくれる気持ちは怒っちゃう、これ、はい、マジっすか。マジっすか。一番高いやついきます。じゃあ俺これ怒ってほしい。もうこれダメですかね。焼肉焼きてステーキ。ウケる。頼み方が雑。もう何も見らんて、これ見ました。はい。むしろよ、これ。今日は俺のおごりです。ちょっと作業手伝ってもらうんで。あ、どうも。ごちそうさまです。ありがとうございます。全速は大丈夫？全速なんでないですけど、大丈夫です。気合いっすね。全速やけど、肉。いただきます。いただきます。まずたまにはいいっすよね。たまにはこういうのがいいですよね。はい、よし。どうすんの？はい。うまっ。それ、よし。うまい。はい、完食しましたよ、全部。美味しかったかね。美味しかった、美味しかった。また今度、ね、バイク仲間と今度ね。はい。パワー肉食った日ですね。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。はい、ここ乗馬からはピンと。はい、ピンと。今からちょっと馬を見に行きます。はい、はい、ここ、ここ練習するとこもある、ここ。はい、逆光、めちゃめちゃ逆光です。基本の練習用。そう、ここは基本の。ここがヤブサメ専用のババが。ああ、まだ別にあるの、ヤブサメ専用。あ、そうなんですね。生徒さん募集中やん。これ馬だよ、馬。取りに行こう。取るよ。恥ずかしい。出てます、出てます。あら、あら。これがこうやね。これがこう。あ、これこっちか。かわいい。こいつこいつね、カメラでいつも開けてる。いつもこれ。イケメン、イケメンになった。イケメンだった。こいついつも見て餌やでとこガン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 見せんよ、これ。餌欲しい、餌欲しい、餌欲しい。餌欲しい。こっちこっち。こっちでもいい。
こいつも、もう餌やれってすぐに。遊びよう、野菜が作っちゃって遊びよったらもう空いたっちゃうね。はい、餌食べ。はい。そんなもんです、そんなもんです。はい。俺食べて、俺食べやろこれ。いや、意外と美味しいかもしれないですよ。そう、これね、せっかくこう遊びも作っちゃうの。そう、飽きてもう餌くれてないつも下の方がガンガンちゃう。はいはい、これどうしたん。そうですね、あのお土産をいただきました。清潔です。よかったやん。なか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 ポットくれんよ。いや、このなんか もらえると思ってなかった気ですね。言ってみるもんよね。おちゃんちょうだいとか余裕で。これが普通のなんか乗馬用で鉄で、こっちが競走馬ですか。競走馬でアルミらしいです。重さ全然違う。いいやん。ちょっと飾りに使おうそれを。どこやったんですかね。うん、と国忘れたんですけど、あの家のコンコンがこれなんですよ。ああそうなん。でなんか。星が出ちゃうと結構流れ星とかがここになんかこう溜まっていってラックが上がるみたいな。ああ、はい、あーなるほどね。あのお札を逆に入れたりとかそんなことでしょ。ね、いいよ。伊沢君の運気がこう全部流れ落ちる。流れ落ちたらいかんだろ普通に。逆に作らいかんだろ。いいやん。じゃあそれちゃんと使ってください。ありがとうございます。あのアルミの競争板とは得意っぱい、はい、鉄はあんまり今のこの手のまあ鉄浮かんでうまいからね。あ、あこっちの方が貴重っていうか、うん、もう数少ないんですね。全部競争場の馬だった。ちょっとこの測りこのレトロの測り、俺こういうの好きなんよ。ここで重さを調整ですね。だいぶしょぼいって鳥が強かったね。さっき見せけずにいらんとだいぶしょぼいた。いいやん。これは俺がいただいたぜ。仲間種影虎、影虎ちゃんですね。はい。これあの排気量どんなもんですか。これ1馬力。1馬力。1馬力。じゃあ私はね。で次は。お尻向けとるね。トラオーバル、あれですね。お尻向けとるね。めっちゃお尻向けとるですね。お尻向けとるね。はい、こっちで。おお、来た。この子はね、俺一番ちょっと可愛いで、はい。髪の毛セットしてあげます？今日も。嫌がる。やめろって。あ、カメラも受けられちゃうちょっと恥ずかしいんですかね。ちょっとね、ちょっと草をやって、仲良くなっちゃう。噛まれる、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 危ない。こう前髪はね、こう分かれてる方がやめろって言う。ね、こっちは何馬力？こっち何馬力ですか？これ2馬力。1馬力、はい。合わせて2馬力。で、こっちは？ここはゲンジバル。ゲンジバル。僕もちょっとご飯食べるよね。はい、はい、あら素直でも若いですね。なんか、うん、なんかね若い。この線がいいね。この線こいつもこう分けとったね。ツートンでなんかツートン中分けで。そうあ、昔のギャル王みたいな感じですね。でここでエクステつけとる。3馬力。そう、これ3馬力。はい、でこっちもめっちゃダメよね。でもこいつ一番強そうよね。喧嘩っすか。うん、名前も強そうっすよね。牛若、牛若でここで4馬力。4馬力、4馬力歩き。これも4本ですか。そうそう、4馬力で、これちょっと髪型が浜ちゃんダウンタウンの浜ちゃん。おじいちゃんって言ってましたね。おじいちゃんは、シャメ王。ああ、シャメ王ね。もうちょっとおとなしい感じやもんね。ボリ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 食べるね。はいはい。ここ見てこの感じ。パーマかけた？うん、そうそう。パーマかけた？
咀嚼音がすごいね。ゴリ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 。でここで5馬力かな。5馬力ですね。で、でこいつこのムチ模様かわいい。はい、キリン、うん、キリンがおります。でこいつもちょっと餌を。あ、遊びよ。雷神？名前。名前はですね、雷神ですね。アパルーサー、5歳みたいですよ。女の子。うん、食べよう途中みたいなね。ボリボリ言う。あれこさ、モリモリ言う。かわいいよねこれ。目でけえし。食べるこれ。でここで、はい、1,2,3,4,5,6 馬力。6馬力。やめてちょ、触らないで。で、で、それが最後の。最後の一番強い馬。一番強いですか。ヒロヤ。それで最初に。何歳？ヒロヤも結構何歳かな、ヒロヤは。何歳になります？何歳だ。もう40ぐらいになるんですね。ボリボリ。お、おいしい？おいしい？うん、おいしい、うん、おいしい、うん、いやこれで最後に締めで何馬力になるんですかね。多分8馬力ぐらい一人で日本です。はい、今回はちょっとね偵察に来ましたが、はい、今度はここのピントの紹介だけで来ようね。そうですね、あの馬とかちゃんと出てきとる時に馬がこう走りようってことかね、はい、それを取り越えよう、はい、じゃ今度改めて来るということで、今日はちょっと偵察で、はい、はい、じゃまた行きましょう。はい、はい、じゃあ OK です。そっちどうすか。こっちどうすか。おーいや、おーいや、おーいや、これ一緒に捨てて大丈夫ですかね。でも足削れる。生ゴミじゃなくて大丈夫ですかこれ。燃えないゴミ。あ、了解です。